豊田匠美は日本の小説家。元日本のコンピュータゲームメーカー、台東の広報担当、奈良県出身。豊田匠美はかなりの即筆家であり、多作家である。小説家デビュー2年目の2013年から2015年にかけては、毎年12冊、そして2016年には本人も最高記録と称する年間14冊を達成し、 デビューから5年で著作が60冊を突破、2017年末発売のポンシュでゴーは70冊目となった。さらにデビューから9年目にあたる2020年12月発売された電車で移行。追跡、スカイライナーと秘密の鉄道スポットでついに生涯発行冊数100冊を達成した。また、小説ジャンルにこだわることなく、 多種多様な執筆を行っている。児童文学小説、ライトノベルはもとより、一般書、新書、推理小説、歴史小説、SF 小説、気候文、雑誌コラムなどを得意とする鉄道、宇宙、ミリタリーを三本柱として多様な作品を生み出してきた。もしも、こんな世界があったらというような過程の世界をリアルなものとして描写することを得意としており、 その一つとして、もしも国鉄が分割民営化されていなかったら、という家庭世界を、レールウォーズ、日本国有鉄道公安隊で描き出している。小説執筆だけにもこだわらず、現在朝日小学生新聞で毎週、掲載されている、キップデゴーにはおいては、コミック原作を行い、他にもアニメ原作のみを担当している作品もある。豊田拓が新作を提案する場合、 必ず3本以上の企画書を提案するため、小説アイデアのストックは減ることなく、増え続けていると言っている。また、一冊を一週間程度で書き上げてしまえるため、プロットの返事を待っている間に、著者書稿を書き上げてしまい、待っていることも多いとのこと。1967年大阪府に生まれる。奈良県立四季の高校卒業。久留米工業大学卒業。 平成2年台東に入社。以後、業務用開発部を経て、台東の家庭用、業務用ゲームの広告宣伝部門責任者になる。現在は、小説家。主な広報宣伝活動を行ったものとして、電車で、Go! シリーズ、サイキックホースシリーズなど、多数ある。また、ゲームプロデュースも手掛けており、ローゼンメイデンシリーズや、エレメンタルジェレードといった平成に入って、 タイトーが作ったアニメーションに関係するゲームはすべてプロデュースを担当している。兄が鉄道模型を趣味としていたことから自分も鉄道に興味を持ち、1997年に第一作をリリースした電車で Go! シリーズや鉄道ゼミナールをはじめタイトーが発売している作品の大半で広報、宣伝に関わっている。その趣味が取り持った縁で、 菊池直江の漫画、鉄子の旅のエピソード、水星に乗って、高千穂鉄道へ、に、実名で、ゲスト出演した。その際の取材体験をもとに2009年8月、小学館101新書より、鉄子の DNA を上司。また、同社の観光に際して、原作、水越多も作画、高橋守の漫画、新新宿駅企画カールプス広場で裏話を、披露している。 また、テレ朝チャンネルの番組、背景。鉄道人に出演した際、千葉県の第三セクター鉄道会社、いすみ鉄道が2007年12月より行っていた、社長公募に応募し、書類審査で落選したことを明らかにしている。出演に際しては、書類選考落選と書かれたタスキを着用し、番組レギュラーの南田祐介と共に、いすみ線を探望した。2009年、 対等を退社。2010年8月、徳馬書店、コミック流付録の、早草機関記念本で小惑星探査機早草の技術解説を行った。その後、2010年11月、同じく徳馬書店より、大人のプラモランドの、ボリューム3、早草において、構成、執筆を担当。2010年12月20日、徳馬書店より、早やのファンブック、 ハヤブサラブ講座の講師を担当しハヤブサコスプレイヤー秋野との対談の中で鉄道以外にも宇宙も詳しいと書いている2011年3月1日集英社未来文庫より小説家としてデビュー電車で行こうシリーズを開始2011年11月18日小学館ガガガ文庫より僕は君たちほどうまく時刻表がめくれないでライトノベルデビュー 2012年2月15日より、はじめ芸者クリア文庫より、レールウォーズ、日本国有鉄道公安隊シリーズも、始まっている。2013年マックガーデンより、小説、宇宙戦艦ヤマト2199上下巻、2014年、小説、宇宙戦艦ヤマト2199星めぐる、箱舟を発売。2013年12月下旬には、 レールウォーズ日本国有鉄道公安隊のアニメ化が決定したと発表された。はじめ芸者クリア文庫の作品及び自身の著作がアニメ化されるのは今回が初となる。レールウォーズ日本国有鉄道公安隊は2014年8月時点でシリーズ累計60万部を突破と発表された。同シリーズはアニメ化後さらに部数を伸ばし、2018年現在、 累計80万部を突破と発表されている。2015年5月27日発売のレールライドをもって一般書へのデビューを果たす。2015年12月1日受付開始、2016年1月30日応募締め切りの第5回集営者未来文庫大賞審査員に抜擢。電車で行こう。シリーズは2019年2月22日時点で62万部を 突破した。2020年12月14日に発売された、レールウォーズ20日本国有鉄道公安隊をもって、同シリーズは完結した。そのため、2021年開催の第52回声運賞日本長編部門に、レールウォーズ全20巻は参考候補作になった。ただし、レールウォーズ日本国有鉄道公安隊シリーズは、A、EXP と、 新シリーズがすでに2021年より開始されており、国鉄がまだ続いていたら、という世界はさらに広がる見せる傾向にある。2021年4月9日より、テレビ、東京系列で放送が開始された TV アニメ、新幹線変形ロボシンカディオン Z において、原案協力として、豊田匠がクレジットされている。シリーズ作品のオンシリーズ登場人物、ありがとうございます。